クソジジイのコメント返し、今日のコメントでございます。ドラマーの黒瀬海知さんの話が聞きたいです。お願いします。黒瀬ですよね。あいつはね、おそらく、ツインザーの時に福沢さんが連れてきたような気がする。だと思う、きっと。で、最初はすごい気に入ってたんですよ。最初はってことは、だから、途中からむちゃくちゃ、鼻についたというか、なんか、彼の悪いところが、わあ、僕ってね、もうそういうなんかもうバランスの悪い人間なんで、めちゃくちゃ嫌ってですね、もうツアー2回回ったのかな、2回目のツアーの時とかは、だからもう挨拶すらしないっていう。で、増田くんも一緒にツアー回ってて、お母さん挨拶ぐらい した方がええんちゃうとかって言われても、いや、いいのいいのとかつって。まあ、黒瀬がね、すごくいいやつなんでね、まあそれを根に持ったりとかしないやつなんですけどもね、かなわかんないけど。うん。彼のドラミングは、まず、爪の音色がめちゃくちゃ良くて、そのリムをかけてこうカーンって言わせる人なんですけども、それを気に入ったのかな、よく覚えてない、なんか途中でなんか気にならなくなったから、なんか全部忘れちゃってるけども、おそらくそうだと思いますね。なんでもうよっぽど気に入ってたみたいで、ロックンロールスタンダードクラブの時に僕がだから松本さんに紹介して、であそこに入ってるっていう、そういう経緯ではあります。でその流れで結局ビーズのツアーも彼が何本かやった、何本というか何年かやってたっていう、そういう話なんで、まあ、基本的にはだから僕のおかげだぞっていう話なんですけども、なんでなんかこう嫌いには、人間は嫌いになってないけども、プレイがねなんか気に入らなくなったかっていうと、すごい単純なビートとかを複雑にするのが好きっていうか、単純なビートをバカにするっていう、まあ若い頃によくあるパターンなんて、でまあ自分自身も昔はそうだったからまあね、今だとねそうやって考えれるけども、当時はなんかね、例えばズンタッタンズンタッタとかっていうのをズンタッタってやんないんですよね。なんかビーズの曲であるじゃないですか。なんか途中がワルツになるやつ。あれもだからズンタッタ、ズンタッタをカントカンタカンク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 カンって、そういう8、6で撮ったりとか、そういうふうなことをやんないとなんかダサくてやってらんないぞ、みたいな。まあ確かに、だから昔は僕もそうだったんですけど、みたいなのが。と、その年、僕はその年になって分かってきたんで、で、それがすごく大事にしてて、自分が分かったことをこいつまだ分かんねえんだ、みたいな感じ。まあおそらくだから彼も分かったと思うし、今はきっと分かってると思うんですけどもね、もうこういうのって本当年によって年齢で分かってきたりとかするんで、だからこうだだだだだとか、そういうなんかブルースとか、なんかそういうふうなこう単純なビートっていうのも、それはそれでだからなんか好きになれば上手くなるんで、そんな感じですね。で、あとはね、その、覚えてるのは、ロックンロールスタンダードクラブの時に、その、松本さんが、その黒瀬のドラムを聴いて、僕の好きなフィルばっかり叩くって、フィルが全部僕の好きなフレーズだって言ってましたね。僕は全然だからそういうの思わなかったんですけどもね。なんかだからやっぱ人によって全然感性違うなぁとは思いますけども。そういう風な感じです。まあだからそうやってなんか、後のツアーでなんか何年か回ったりとかってのをしたんだと思います。はい。とりあえず、そんな感じです。はい。またなんか質問があったらお寄せください。ありがとうございます。この話がですね、面白いなと思って、たらですね、チャンネル登録をしていただけるとですね、チャンネル登録がですね、1000人超えると、なんかいろいろといいことが起こるので、なんか、ぜひぜひお願いしたいと思います。よろしく。